Station。こんばんは、The Alfie の坂崎幸之助でございます。今日はキーボーディストとして、そして小林さんだとか拓郎さんだとかのレコーディング、まあいろんな方々のレコーディングに参加されて、本当にあの日本のロックの夜明けを支えてきたというですね、柳田浩さん。柳田浩さんが来てくれます。小林さんがまた最後だから、最後ちょっともうやりたいと、ハッピーエンドバックに見る前に飛べってアルバムがあって、 その後ですね、その後ですよね、で辞めるにあたって、もうそのタイトル通り俺ら一抜けたっていうアルバムを作りたいと、一抜けたって1年間やるんですよと思う。じゃあアルバム作った時は柳田浩さんと角田浩さん、角田さんいないんです、いなかった、高中さんいたんですか。高中はドラム、あ、ベースとギターをやって、あ、やっぱ鈴木さんとか鈴木圭一さん、あ、鈴木圭一さん、やってるんですよ。このいちごちゃんから来てます。ヒロさんお酒飲めないようですが、昔田黒さんとペニーレーンとかで遊んでたようですが、何を飲んで付き合ってらっしゃったんですか。ウーロン茶だよ。ウーロン茶。ペニーレーンよく行ってました。よく行ってましたね。田黒さんとの出会いってのは何なんですか。田黒さんとの出会い、田黒さんだ、この岡林さん、岡林さんですか。この狂い咲きの時に、日比谷公園、日比谷野外音楽堂見に来てたんですって。田黒さんがですか。そうそれである時でこれ終わってから、しばらくして電話があって、一緒にやらないかって拓郎さんが言ってるんだけど、今度これこれこの日に会ってくんないかと思って、吉田拓郎ってあの人だよなと思ってまだ結婚式は出てたかな。出てたと思いますよ。出てましたね。だって曲と名前知ってましたから、ね、はいはい、でビビっていいのかなと思ったら、もうそれでもうその日に、ね、スーツ着ちゃってスーツ着て、スーツ着て行っちゃって、始めます、始めましてなんて、どんな印象でした？だからね、まあとりあえず飲もうって、飲めない先ね、飲まされて倒れちゃった覚えがあるんですよ。あ、飲まされた？倒れた？いや、飲まされたっていうのも高尾さん、僕は飲めると思ったんですよね。はいはい。で、まあみたいな感じで、いやヒロ、岡林さんの見たよ、ちょっと一緒にバンドやってくれよみたいな。へー、すごいですね。なんて言って、そうですかみたいな。それでまあこっちもね、あの緊張してるんで、飲めない先ガンガン飲んじゃって、でだんだんやばくなってきて、みたいな。とりあえず1回目はそういう感じですよ。それでメンバーどうしようかなって、まあ一応高中くっついてるから、高中にしよう。高中さんまんま。そのまんま。ほいで流れとしてベースは小原がいいなと思って、まだね。でドラムですよ。ドラムを林にしようかなと思ったの、はい、したらもうほら細野先生が連れて行っちゃってるから、はいはい、ちょっと待てよ、あ、じゃあ千戸川さんがいるなと。これで拓郎さんのこの1年ぐらい回るメンバーになってくれと。分かりました。そうだったんだ。了解っていう。でこのメンバー同じ事務所だったせいもあるんですが、袖で、ステージの袖で、いつもずっと聴いてましたね。今思い出すのは、大阪のフェスティバルホールだったかな、あそこで、プロさん、本当に好調で、結婚しようよ、なんか売れた後に。ダダ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 、置き去りにした悲しみや。自信たっぷりでね、そうですね歌ってたの思い出します。袖で僕が見てるの知ってて、時々こう手振ったりして僕に余裕ですね。余裕でした。あれは思い出しますね。置き去りにした悲しみってこと、食べの後の後ですね。後ですね、はい、柳田浩さんがやってましたね、あのキーボードね。キーボードです。1969年6月、新宿駅西口広場は歌の広場だった。1969年2月頃から西口広場で土曜日ごとにギターを弾いて歌う若者たちが集まるようになった。ヨドバシ警察署は通行人の妨げになる、これは通路であるという理由で機動隊を使い、フォークゲリラを排除しようとした。その行為が歌う若者たちを一層過熱させた。僕は駆け出しの放送の台本書きだった。有楽町にあるラジオ局で歌番組の構成をやって飯を食っていた。田舎からお袋が出てきて西荻のアパートで暮らしていた。台本の短い文はアパートでひねることもあったが、大抵は
放送局の忙しく人が行き交う制作局のデスクで 2B の鉛筆を削りながらジョークや四季折々のことなどをこじつけながら書き飛ばしていた。あの頃は空なんて見たこともなかった。代々木から流れてきたデモの列が加熱して機動隊とぶつかった。僕はその中にいた。頭上をコンクリートの大きな欠片がうなりを上げながら飛び、機動隊は女子学生の髪をひっつかんで引きずり回し、シャツをひっぺがし、横っ腹を軍歌のような靴先で蹴りまくった。過激で野生に戻った人間たちは弱く優しい者たちを巻き込みながら憎悪だけが充満した。僕はその時デモの中で一つの風景を見た。プラカードの向こうに風車を持っている少年がいた。少年は父親に肩車をしてもらっている。激しいデモの中で父親は静かに立っていた。少年を守るのでもなく、ただ強固な意志そのままで立っていた。少年の唇が吹き出す呼吸に風車が回っている。僕はそれを見ていた。その時だ。なぜか周りは遠い風景のようになり、透析さえ流星のように遥かになったのは。こんな憎しみ合いはもう嫌だ。切り札といえば殺すしかないじゃないか。祭りの後の寂しさ、いやでもやがて来るのなら、祭りの後の寂しさは、例えば女で紛らわしい